命に感謝していただきます。いいですよ。ご飯多いな。食えるかな。でもこの手が届く、何でも手が届くっていうのはいいね。改めて どうした？どうした？大丈夫だぞ。大丈夫。大丈夫。
どうしたの？どうしたの？どうしたの？大丈夫？大丈夫？どうしたの？どうしたの？どう？そう、熱い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 、そう、あかんて、お前、ちょっと。どうしたん？ビビとキララが今も、だって俺が飯食ってんのに上がってくるってちょっとなかなかないでしょ。いや、今何が起きたかって、なんか反応おかしいなと思って、行ったり来たりしたから。あのね、キララとね、ビビはちょっと、外の音に反応してる。俺からすると普通なんですけど、この子たちからすると、なんか違うものに怖いんですよ、多分ね。すごい面白い。さっきね、下にね、闘牛がいたんですよ。マジで。ビルの下に。うるましっぽいでしょ。まあ、ちなみに俺は闘牛とかいうのは反対ですけどね。虐待としか思えない。だからそういうのに反応してんのかな。そうやってさ、ガキの頃から育てたらそれが普通じゃん。普通じゃないよ。文化の何者でもないよ。それは、水族館でイルカのショーとか、これ何なんだっけ、アシカのショーとかさ、あそこで一生餌を与えられて、消費して終わらせる。みたいなもんじゃない、全部。人間の道具じゃん。全部一緒。動物でもみんな。俺はね、ああいうのね、絶対おかしいと思う。それが、普通で。当たり前って思うな。それは、そうやって育ったから、周りが目に見えないんですよ。見ることができないんです。闘牛に反応してんのかも。なんでうちの下に闘牛がいるのか、そこも謎なんですよね。あ、すいません。闘牛じゃないのかもしれない。牛？いや。闘牛かもしれない。トラックに乗ってきてたよ。下にね。びっくりする。なんでここに闘牛がいるのかも。謎で気にはなったんですけど、ほら、人にちょっとしゃべる。かけない。うん。やっぱり。別に下がここから見えるわけでもないのに、顔の付けは見えるけど、
ビビとかキラーがちっちゃいから見えないじゃん。うん。だから、やっぱり何か感じてるんでしょうね。あの物音は。不思議ですよね。いや、かなりの俺ね、てんてんてんになってる。さすが。さすがって言ったら変。ビビは落ち着いたけど、キラーはまだやっぱり。なんか感じるんでしょうね。面白いね。動物の、その、動物の、動物の勘っていうやつでしょうね。だからそういうのも人間もなんかあんねや、動物の勘ってさ、そういうのがあるのかもね。その、もしかすると逆に人間はそういう動物のさ、勘っていうのがもしかするともう野生の人たちよりもなくなってるのかもしれないね。こう違うことに発達していって、わかんないよ、適当なこと言ってるけど、もしかしたら。失礼。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。ちょっと待って、どうした？ん？あー、闘牛のトラックはいる。でも闘牛かどこかしかちょっとその種類が分かんないけど、いなくなってる。かわいそうですね。トラックの牛に乗せられて。なんでここに連れてこられたのか。で、なんで今見るとトラックからその牛がいなくなってるのか。謎ですね。まあ気になって下に行ってさ、見て、聞きたいけど、なんでここに闘牛がいるのか。でもまあ、人とあんま喋れないじゃん、今。ごちそうさまでした。動物虐待はやめましょう。